い、ということでね、今日も中国なんですけれども、今日は主にですね、中国の株式マーケットでちょっと偉いことが起こってるってね、そういった事件なんですけれども、これもちろんですね、これがもうちょっと起こっちゃうと、これね、世界にも波及して世界金融ショックみたいなね、もちろんそういうのが起こっちゃうとね、これ本格的に普通の不況になっちゃいますけれどもね、そういった可能性もあると。これがですね、本当にちょっと大げさじゃ全くないんですよ。これ今ね、これすごいこと起こってるんですよ。これ結構、これ株式取引、まあ、特にですけれどもね、アメリカ株とか中国株に投資してる人はこれ分かってると思うんですけれども、今本当すごいこと起きてるんですよね。これなんかですね、今日の話を聞いてもらえるとね、これ嘘みたいなことが起こってるなってのは分かると思います。これ本当にちょっとね、びっくりします。これ中国って本当先が読めないなっていうね、そういったこと分かると思います。これ危険だなとね、本当にちょっと危険だと思いました。これだってですね、これね、もう少なくともね、これ株式市場でこれもうチャイナショックね、ちょっと少し起きてますからね、すでにこれやばいなとね。これなんかですね、最近もうね、そういった株式投資関連のね、これニュースを見てるとこれですね、もう連日ですよ、連日こう中国株が下がってるってね、そういうニュースばっかりなんですよ。本当やばいなとこれね。でですね、そういった感じでこう中国の株が値を下げてしまうね、そういったニュースってもう連日出てるんですけれども、今日紹介するニュースってのはその中でもちょっと特にやばいというかね、嘘でしょーってびっくりする、そういった話です。これ中国の決定なんですけれどもね、すごいびっくりしました。ちょっとですね、予想を上回ってくるっていうかね。しかもこれですよ、またもやって感じですけれどもね、今回だけじゃないですけれども、今回もこれまたですね、こうちょっとソフトバンクが関係してきてるっていうかね、割を食ってるってことなんですけれども、ダメージがいってるっていうね、またちょっと新しい話でこうソフトバンクがですね、ダメージを負ってるわけですよ。これもちょっと紹介していきます。はい、という感じですね、今日ちょっとですね、これね、時系列で3つの記事を紹介していきます。これで毎日どんどん変化していくんですよ。すごいね、しかもすごい速さです、これ中国。はい、ではまずですね、これね、ことの始まりってこれ7月23日なんですよ。これだからね、これ先週の金曜日です、数日前ですよね。こっから始まってるんですけれども、今回の件っていうとね、これがですね、先週の金曜日にこういったことがありました。読んでいきます。中国当局は学校の教科課程に関する学習支援サービス事業を非営利とするよう企業側に求めることを検討している。もうすでに笑っちゃいます。すごいこと言ってるなと思って。でですね、事情に詳しい関係者は明らかにしたと。これをね、国内の1000億ドル、約11兆円規模に上る教育関連テクノロジー業界に大打撃を与えかねない広範な規制の一環だ。でですね、これね、どういった影響が見込まれるかっていうと、現在検討中の規則では、こうした家庭学習プラットフォームによる資金調達や上場が今後認められなくなる可能性がある。といった感じですね、これね、関係者が匿名を条件にこれ述べていると。だからですね、ここまで聞いた感じだと、こうなんとなくですけれどもね、中国のこう学習関係のね、その中でもハイテク企業、こういったところはちょっといじめられてるのかなって感じにね、まあそのぐらい見えますよね、そのぐらい見えると。ただですね、これちょっと関係者もまたちょっと別の言い方してるんですけれども、こういったことも言ってると。上場企業は学校での教科を教えている教育関連企業の買収。だからまあ学習塾とかでしょうね、そういったところの買収。もしくはこうした企業への投資もできなくなりそうで、この分野への外資参入も禁止されると関係者の一人が語ったと。って書いてありますよ、これね。だからですね、これだとね、なんかちょっとハイテク企業だけじゃなくて、なんかこう学習塾の買収とか、あとこの分野へのこう外国の企業、外資が参入するのはね、規制されそうっていうね、そういったところなんですけれども、でこれはですね、ブルームバーグの記事なんですけれども、ブルームバーグね、いつもちょっとこう取材っていうかね、こう聞いてくれるんで、今回はこれですね、これに関してこう中国政府側に聞いてるんですけれども、そうするとこう回答ですけれどもね、これがですね、中国の教育省に聞いてるらしいんですけれども、教育省の報道官は関連政策が策定中であるとして詳しいコメントは控えたとね、まあ何も言ってくれなかったと。でこれですね、今紹介したのはこれですね、先週の金曜日7月23日のこう状況記事なんですよ。するところですよ、早速ですよ、もう翌日の土曜日にこれね、動きがあったんですよ。これを紹介するんですけれども、まずですね、この記事によるとですよ、これね、今回中国政府がですね、こういった教育関連企業、ここにですね、いろいろごちゃごちゃ言ってるっていうね、このですね、理由、まあそういった意図が書いてあったんですけれども、なぜこういうことをしてるかっていうね、それこういうふうに書いてありました。中国政府は24日、まあこれ土曜日なんですけれどもね、土曜日なんですけれども、中国政府は24日、まあこれ土曜日なんですけれどもね、小中学生の宿題の量を制限し、学習塾の設立を規制すると発表した。ちょっと続けますね、これね、続けます。行き過ぎた詰め込み教育を是正し、児童生徒の負担を減らす狙い。でですね、こっからね、ちょっともう嘘みたいな話なんですけれども、未だに本当かと思ってるんですけど、多分本当なんでしょうね、これね。ちょっとこれですね、よく聞いてくださいね。これが何かっていうと、学習塾の新設は許可せず。で、さらに、既存の学習塾は非営利組織とする。大手学習塾を念頭に、株式市場で資金調達をして、学習塾事業に投じることを禁じた。だからこれちょっとね、もう嘘でしょっていうね、嘘でしょっていうね、そういったことが起きてるんですよ、これ。だからこれもちろんね、こう中国のこう教育関連業界はこれね、もう激震ですよね。
激震を通り越してますよ、これね。だってこれですよ、今あったらね、もう一回言いますけれども、学習塾の新設は許可せず、そして、既存の学習塾は非営利組織にするっていうね。だからさ、これね、NPO かなんかにするのかって話なんですよ、これ。まあ、あとね、他にもありましたけれども、株式市場で資金を調達して、学習塾事業に投じることを禁じたと。だからですね、これね、今後こう中国ではね、教育関連事業でこう上場することはできないってことですよ、これね。で、しかもね、これさっき読んだ通りこれね、検討じゃないんですよ、これ。もう決定したっていうニュースが出てるんですよ、これ。嘘でしょっていうね、これだから、2日前とかね、前日とかこれ検討段階だったんですよ。でもこれがね、翌日になったらもうね、これ検討じゃなくてこれ決定したっていうニュースが出てるんですよ、これ。もう激震っていうかね、ま、本当かなって未だに思ってますよ、僕。あとこれです。ちょっと豆知識なんですけども、これね。実は今ですね、これこういった教育関連の事業っていうところ、世界で注目されてるんですよ。これなんでかっていうとこれですね。エドテックってわかります?エドテック。これちょっと覚えてほしいんですけれども、これね。書くとこういう風にね、こういうスペルになります。EDTech って書くんですけれども。これ EDTech って言ってもこれ、ちょ、何もこれね、男性の不能を治すっていうね、そういったテクノロジーではなくてこれですね。これですね、エディケーションテクノロジーなんですよ。だから、教育テクノロジーって意味なんですよ。だからこれ何かっていうとこう、AI とかそういったことを使ってこれですね、教育関係の事業がね、今すごい、こう台頭してるっていうかすごい盛んなんですよ。そういったことなんですよね、これ。だからこれですね、今ね、世界ですごいそういったことでハイテクな事業としてこれですね、教育事業ってのはすごい注目されてるんですよ。ハイテクを使ってね、これ、学習とかのね、こう事業ね、すごい始まってるんですよ。これがですね、エドテックです。エディケーションテクノロジーです。そしてですね、これね、なんでそういったエドテックの話を今したかっていうと、これですね、だからエドテックってとこハイテク、AI とかを駆使してるわけですよ。でね、そういったね、AI とかっていうと、これね、そこに投資してるのは誰か。もうわかりますよね。わかりましたね、きっとね、これ。そう、ソフトバンクなんですよ。今回ちょっとソフトバンクの話をするんですけれども、だから今ね、これを受けてソフトバンクってきっと偉いことになってると思うんですよ。でですね、これね、なんでかっていうともちろんこれね、ソフトバンクが投資をしてるからなんですよ。これですね、僕もちょっと知ってたんですけれどもね、ズオイエバンっていう会社、こっち読み方よくわかんないですけれどもね、ズオイエバンっていう、そういったね、これ教育のね、中国の企業にこれね、ソフトバンクって最近ね、こう投資してたんですよ。なんかですね、これ、前の前の株主総会でこう、孫さん喋ってるんですよ。そういったですね、これね、中国の教育関連のね、配属企業にすごい投資をしてるってね、喋ってるんですよ。これがですね、このね、ズオイエバンなんですよ。これがですね、どういった会社かっていうと、やっぱりですね、こう、AI を駆使したオンライン学習アプリの会社なんですよ。だからですね、これね、中国の学生がこのアプリを使ってですね、そう、学習する、そういったアプリなんですよ。で、ここに孫さんがね、投資をしていたと。で、これ、いくらぐらいかっていうと、これね、明記されてないんですけれども、おそらくこれね、数百億円は投資してるんですよ。これがですね、この会社がですね、ある時の投資ラウンドで得てる資金っていうのはこれね、800億円ぐらいで、このうちのですね、多分ね、かなりの額をソフトバンクはね、投資してるんですよ。だからですね、これね、最低でも数百億円は投資してると。でですよ、こういった企業に投資した会社ってのはね、どうやってその後ね、儲ける、リターンをね、もらうかっていうと、これね、こういう風にね、初期の段階で投資した企業がこれですね、上場、IPO ですよね、株式公開して、そしてですね、その時にこう、リターンをね、得るわけですよ、株式公開して。だからですよ、これ逆に言うとですね、株式公開しないと、なかなかちょっとリターンってのはね、必ずしもでもないですけれどもね、リターンってのは得にくいわけですよ。でも今回ね、ちょっとさっき紹介したニュースで分かりましたよね。だからね、この会社ってのはですよ、教育関連事業だし、ハイテク企業だからね、多分これ上場できなくなったってことだと思うんですよ、中国でね。でですよ、じゃあこれね、今回中国で上場できないからってね、この会社がじゃあアメリカで上場できるかっていうとね、これ、数日前に作った僕の動画見てくれた人分かると思うんですけれども、余計できないですよね、これ。今中国ってのはですね、中国の特にハイテク企業ですけれども、そういった会社がね、これ、アメリカで上場するのをね、禁止しようかっていうことをね、考えてるぐらいですから、余計これね、まあそういったところで上場できないわけですよ。だから多分ね、これね、ソフトバンクが投資した会社ってのも中国でもアメリカでもこれね、上場できないってことになりましたから、これね。だからですね、この会社に対するソフトバンクの投資ってのはね、これ、ほぼ失敗したと言えるわけですよ、これ。まあ、超長期で見ると分かんないですけれどもね。少なくともこれ短期とか中期でこれ失敗したんですよ。なんでかっていうと上場できないわけですから。だからね、すごい偉いこと起こってるなとね。だからですね、まあ、そういったことも理由の一つとして今日ね、ソフトバンクのこう株価っていうとね、ちょっと下がりましたけれども、これね、日経平均全体だと上がってるんですよ。でもソフトバンクを下げてるっていうね、他にもいろいろ理由があるんですけれども、でもね、これ全部中国絡みで今日落ちてます。でですね、じゃあ今日のね、中国のマーケット、株式マーケット、これどうなったかっていうと、これね、もちろん影響めちゃめちゃ出てるわけですよ。ちょっと紹介しますね、これ。これはですね、26日の、だ今日です。今日の中国本土と香港株式相場は大幅下落。まあ、そりゃそうですよね。中国政府が週末に1000億ドル、約11兆円規模の教育セクターを根本から転換し、これはですね、まあ、さっき話した通りですね。外国からの投資を脅かす恐れもある大規模な見直しを発表したことを受け、民間の教育関連銘柄が大きく売られていると。だから塾とかね、あとハイテクの教育関連企業ですよね。そういったところはいろいろ売られてると。もう軒並み全部売られてるでしょうね。
だってこれ、新しく塾を作ることを禁止って言われてるんですよ。もう意味がわかんないですよね、これね。だからこれですね、もうハイテクセクターだけじゃなくてこれですね、中国市場全体、だから香港も上海もこれ大幅に下げてました今日。でやっぱりですね、これ特別にやっぱ教育関連事業ってやばくて、これすごいんですよ。ある一つの企業、これ一例として出てるんですけれども、これがですね、香港に上場する新東方教育鍵集団っていうんですかね、これね、ここの会社がですよ、これ一時ですよ、これ 40% 安嘘みたいな数字でしょこれ。だからこれですよ、もしね、株価が100だったらですよ、これ 40% 減ったってことですからね、100だったら60になったってことなんですよ。1日でですよ、1日でそれぐらい下がったと。これが今日の話です。でもこれね、さらにすごいのが、ほんとこれ聞くとね、もう地獄だぜって思うんですけれども、今ね、だからこれですよ、株価が100ドルだった企業が今日1日ですよ、これ60ドルになったってことが起こってるんですけれども、この企業ですね、これ今日の話じゃないですか。これ実はこれですね、前があってこれね、金曜日もすごいね暴落してるんですよ。これ嘘みたいな話なんですけれどもね、これだからこれね、この間の金曜日23日なんですけれども、こういうふうに書いてありました。全営業日の23日も約 41% 下落と、こう同じ企業です。終わり値ベースで上場後最大の下げとなっていた。まあそりゃそうでしょうね。だからこれ分かります？この間の金曜日にですね、 41% 下げて、でその下がったところから今日のね26日にさらにね、また 40% 下がったっていうね、ちょっともう信じがたいっていうか、ありえない話なんですよね。でですね、これね、こういった影響ってのはもちろん、これさっきも言ったように全体的に及んでますからね。今日です、これね、中国株ってのはですね、中国本土の CSI300 指数と香港ハンセン指数はいずれも一時 3% を超える下落。でですね、これね、テンセントホールディングスは一時 6.2% 安ってことですから、これ多分おそらくですけれどもね、テンセントってこれソフトバンクと同じぐらいすごい投資してるんですよ。だから多分ね、これね、今ね、出てきた会社のこれテンセントもね、投資してるんですよね。だからすごい下がってると。でですね、専門家はこんなこと言ってると。これはですね、アメリカの JP モルガンチェイスの DS キム氏らアナリストチームはリポートで、最悪のケースが現実となったって指摘。いやだからね、とんでもないこと起きたなっていうね。本当に起きちゃったっていうね。当該企業の上場が維持されるかは不透明だと分析した上で、こうした企業が新たな制度で余儀なくされる再編の水準が分からず、我々の見解ではそうした銘柄は実質的に投資対象として不適になっていると述べたと。だからもうね、誰も投資できないってことですよこれね。下手したらこれ、こういった業界だけじゃなくて中国全部の株がね、もうよく分かんないって感じになりますよこれね。だってこれですよ、今回ちょっと教育関連事業でしたけれどもね、他の業界もどうなるか分かんないですもんね、こんなことされるとね。これもうでですね、ちょっと今日お伝えしたかったメインってこういうところなんですけれども、だからね、中国の教育業界が偉いことになってるってニュースなんですけれども、そしてここからですね、ちょっと続報というかね、前やった続きやりたいんですけれども、これ何かっていうと、前やりましたよこれね、中国版 Uber のディディっていう会社がなんかアメリカに上場したんですけれども、偉いことになってるってね、中国から規制がかかってこれね。だから Uber もアプリなんですけれども、このね、中国版 Uber のディディっていうね会社もこれアプリ使ってるんですけれども、そのアプリが今ですね、削除されててね、偉いことになってるって、そういったニュースを前に動画でやったんですけれども、その続報が出てるんですよ。でしかもですね、このディディっていう会社にはこれね、ソフトバンクがかなりねこう投資してるんですけれども、だからね、ソフトバンクは偉いことになってるんですけれども、そういった続きのニュースが出てるんで、これ紹介したいんですよ。これはですね、こういったニュース出てるんですよ。めっちゃ怖いニュースなんですけれども、これがね、中国の配車サービス大手、ディディグローバルが先月、アメリカで新規株式公開 IPO に踏み切ったことを受け、中国当局はおそらく、前例のない、わかります?前例のない規模の深刻な罰則を課すことを検討している。怖すぎるだろっていうね。まあこれですね、事情に詳しい関係者が明らかにしたと。で、これですね、何が中国を怒らせてるかっていうと、だからこのね、中国版 Uber って言われてる会社のディディグローバル、ここはね、中国政府を怒らせてるんですけれども、これはですね、これがですね、中国政府の規制当局は、ディディが中国国家インターネット情報弁公室が難色を示したにもかかわらず、IPO を強行したことを当局への挑戦と受け止めている。だからですね、これね、中国政府としてはね、これ上場前から、ちょっと上場するの待てって言ってたってことなんですね。それなのに強引に上場してしまったと。もうこれ自体がちょっと嘘っぽいっていうかね、嘘みたいな話ですよね。何やってるんだよって話ですよね。中国政府に逆らって上場とかするなって思うでしょ、これ。中国の企業なんですからね、これね。で、これですね、10日前からね、そういったことを受けてこれですね、中国政府がディディにね、捜査に入ってるんですよね。これこういうふうに書いてあります。CAC のほか、公安省、国家安全省、自然資源省、交通運輸省、いっぱいあるな、税務総局、国家市場管理監督総理局の担当者が、ディディのオフィスへの立ち入り検査を開始していると。でですね、これね、一番ちょっと気になるポイントですけれどもね、さっきあったじゃないですか、こう、前例のない規模の、何ですか?深刻な罰則を課すことを検討していると。これね、今のところ言われてる内容っていうのが、
なんか中国ってだいたいこういうの当たりますよね。なんか関係者によるとっていうのね。いつもこれあったりするんですけれども、これね。今回今何が言われてるかっていうと、決定じゃないけれども、なんかね、言われてるのが。だからですね、どういった罰則が今ちょっと検討されてるかですけれども、なんかですね、これでも明日とかね、もう決定してそうな気がしますけれども、ね、これ、すごいスピード速いですからね。これがですね、どういった罰則かっていうと、当局は罰則や一部業務の停止、国用資本の投入など、多岐にわたる罰則の可能性を検討しているという。そしてここからが一番ね、ちょっと怖いんですけれども、いやなんかもう、信じられないぐらいですけれどもね、これね。これはですね、何が書いてるかっていうと、最悪、強制的なアメリカでの上場廃止なども可能性として挙げられていると。ただこれですね、こういったこと前例ないですからね、上場直後にね、こう規制が入って、上場廃止させるっていうね。だからまだですね、どういったやり方でそれを実現させるかっていうのはね、ちょっと検討中ってことも書いてありましたね、これね。なんかそういったことが書いてるあたりがちょっとリアルだなとね。いやー、マジかって思うんですけれどもね、これね。わかんないですよ。わかんないけど書いてあるんですよね。で、結構書いてあること本当になってるんですよね、これね。あとですね、書いてあったのがこれね、中国政府はアリババグループに課した罰則よりも、厳しい制裁措置を利益に加える可能性が高いと。まあ、これ、アリババは逆に言うとこれですね、罰金だけで済んでるんですよ。だからね、ここだけ読むとちょっと別にね、どうも思わないんですけれども、ただこれ、上場廃止っていうのが本当だとこれちょっと、ねえ、なんかもう何とも言えないっていうか、衝撃すぎるっていうか、衝撃を通り越しますよ。本当にチャイナショック起こるんじゃないかっていうね。まあこれですね、まだね、チャイナショックだけだったらいいんですけれどもね、チャイナショックからそこからね、世界同時株安とかね、それは怖いですよね。で、今回ですね、これ、ディディの株ってちょっと暴落してるんですけれども、ただこれですね、問題はちょっとね、これ、中国だけに留まってないんですよ。何が起こってるかっていうと、まあ、ちょっとこれね、聞いたら当然って言えば当然なんですけれども、これですね、この問題はちょっとね、こういったところにも波及してるんですよ。これ何かっていうと、今回のね、この中国企業、これですね、中国版ウーバーのディディっていう会社はこれですね、上場したのはアメリカだったわけですよ。だからね、これはこういった問題に発展してるんですけれども、当然って言えば当然なんですけどね。これですね、僕もちょっと怒ってる一人なんですよ。どういうことになってるかっていうと、これね、今紹介したニュースの通りこれね、中国政府ってのはですよ、これ。上場する前からディディにはね、ちょっと上場待てってね、そういうふうに言ってたわけじゃないですか。なのに強引に上場したってことになってるじゃないですか。っていうことはですよ、どういうことになるかっていうと、これもちろんね。これ今ですね、そのアメリカに上場させた奴らっていうのがね、ちょっと問題になってるんですよ。まあ、ちょっと訴えられそうになってるわけですよ。誰かっていうとこれですね。これですね、普通ね、こう株式を上場するにはですよ、こう、証券会社と一緒になってこう上場するんですよ。だから、いわゆる主幹事ってところがあるわけですよ。これですね、企業はね、主幹事に選ばれた証券会社と一緒にね、こう上場するわけですよ。だからね、まあ、証券会社、まあ、アメリカでいうとこう投資銀行ですけれども、そういったところの責任が今問われてるわけですよ。そこの主幹事がこう上場させたわけですからね。で、おそらくこの主幹事ってのはね、こういった中国がストップがかかってるとね、知ってたわけですよ。知ってるのに上場してるわけですよ。で、上場した株買ってる人いるわけでしょ。その人たちね、これ損してるわけじゃないですか、今ね、暴落して。だからこの主幹事、この会社がね、ちょっと責任を問われてるんですよ。で、これ確かね、この時のね、このディディの主幹事ってこれ多分ね、JP モルガンなんですよ。ここはだから今ね、すごい責任を問われてると。あ、ごめんなさい、これね、JP モルガンじゃなかったです。これ、ゴールドマンサックスっぽいですね、この主幹事っていうと。ここはだからですね、無理くり上場させたわけですよ。でですね、これね、なんでこういった会社ってこれ無理くり上場させたのかっていうと、これもちろんですね、こういった場合ってのはこう主幹事に選ばれてる証券会社っていうと、上場した時のね、上場益の何パーセントか、もう 10% かなんか忘れましたけど、そういうのもらえるんですよ。でものすごい額なわけですよ、これね。だから無理くりこれね、中国政府からストップかかってるにもかかわらずこれね、上場させてるんですよ。だからまあ、すごい悪質なわけですよ。これ多分ね、すごいなんか裁判沙汰とかなるんじゃないですかね、これね。なんかこれですね、もうちょっと罰金とかじゃなくてね、誰か逮捕とかさせた方がいいですよ、これ本当に。まあ、されるかもしれないですけれどもね。本当にね、すごいことやってるなとね。はい、ということでね、今日紹介したかったところってこんなところなんですけれども、ただね、こっからちょっと今日一番の問題があるんですよ、これ。すごい問題があるんですけれども、これはですね、何かっていうと今ね、中国版ウーバーのディディって会社紹介したじゃないですか、これね。そして今これがね、偉いことになってると。最悪ね、こう、上場廃止もあり得ると。で、何が今日一番の問題かっていうと、これですね。このディディっていう会社のこれ株ね。僕が持ってるんですよ。これですね。僕が持ってるってことなんですよ、これ。これ今日一番の問題だなっていうね。え、知らない？そんな中国の株なんか買ってるお前が悪いって？まあ、それ本当そうなんですけれどもね。ただこれ、今日一番の問題ですよ、これ本当に。まあ、僕としてはですけれどもね。うん。これね、僕としてはです、これね。ほんと、ウーバーみたいな会社ですから、これね。きっとこれ今ね、タクシーとかね、フードデリバリーやってるんですけれどもね。そこからいろんな他の事業をね、横展開して大きくなると思ったわけですよ。で、中国ではもちろんね、これトップな会社なんですよ、ディディっていうとね。だから株買ってみたんですけれども、こんなことになるとはね、まさかーっていうね。本当にこれ中国株ね、何があるかわかんねえなっていうね。危ねえなっていうね。うん。皆さんちょっと真似しないでください。真似するともうジェットコースターみたいなことになっちゃいますからね、これ。本当に。
まあだからですね、これね、本当にこう中国はね、こう先が読めないっていうかね、読めなすぎだろうって感じなんですけれども、これね。だってこういうことしてもこれね、なんか誰も得しないような感じがしちゃうんですけれども、これね。だからですね、これ中国政府も得しないと思うから、これね、潰すみたいなことしないだろうって思ってたんですけれども、でもね、今回のこう先に紹介したね、こう学習塾とかね、教育関係の件ですよ、これね。なんかあんなの見てるとこれ本当にちょっとわからなくなってきたなっていうのね。やべえなとね。だからですよ、これね、まあ、中国株を買うなとは言わないけれども、かなりちょっとね、わからなすぎるっていうかね、そう思いましたね、これね。まあ、アリババなんかちょっとさすがにね、そのまま伸びていくんじゃないかなちょっと思ってますけれども、今すごい割安ですしね。ちょっと本当にね、ギャンブル要素が高いと思いましたね、これね。だから本当にね、これね、ちょっとね、中国版ウーバーのディディをどうするかとかね、まあ、アリババをどうするのかとかね、ちょっともう海外投資家のためにちょっとはっきりさせてほしいなってちょっと思いましたね、これね。あとですね、ちょっと最後に言っておきたいのが、今ちょっといろんな情報を見てるとですね、これね、じゃあ中国の会社ってのはこれアメリカに上場しないようになりそうじゃないですか。じゃあこれね、どうするんだってね。だから中国企業はね、海外からのお金をね、投資してもらえないってことはね、これ、やっぱ損だと思うんですよ。そんなにお金を集めれないからね。そしてですね、もちろんね、これはね、中国政府にとってもこう損だと思うんですよ。で、どうするのかなと思ってちょっと見てると、まだちょっとね、はっきりわかんないですけど、どうもこれですね、中国の株式市場、これをですね、もうちょっとね、開放的にして、そこに直接ですね、これね、海外からね、投資家呼び込んで、これね、買ってもらおうとしてる。だからね、中国の株式市場ね、まあ、だから、香港市場とかね、上海市場、それをもうちょっと国際的にして、直接そこからね、海外の投資家に買ってもらおうとしてるね、そんな感じが見受けられるんですよ。これはもちろんね、いつどうなるか方針転換するかわかんないですけれども、今見てる感じだとね、そんな感じに見えてきます。だからまあね、それが叶ったらですけれども、これね、そうするとこう中国企業ってのはね、アメリカで上場しなくて良くなるわけですよ。ただまあ、今回のね、教育事業のこととか見てるとね、なかなかちょっとそれでも怖いなって思っちゃいますけれどもね。うん。はい、ということでね、今日はこんなところでございます。バイバイ。いやー、ほんと俺の株どうなんのかなーと思ってね。ちょっとすごい、アンチ中国の人はね、ざまめろって思われるかもしれないですけれどもね。うん。でも僕が儲かったらね、日本でお金使いますからね、いいことかなと思うんですけれどもね。うん。